ちはるチャンネル。こんにちは、こんばんは、夢のちはるです。今回はこの富士通のノートパソコン、ライフブック S904J のバックパネルを外してパソコン内部をお見せします。バックパネルを外す前に外観とスペックの方を先に紹介させていただきますね。まずは外観です。キーボード面はこんな感じ。キーボードの配列は僕好みでして、特に十字キーはちゃんと独立した形になっていますので、間違えて違うキーを押してしまうといったことがないのがいいですよね。ただ、キーストロークが全体的に浅すぎるので、長時間文字入力していると手が痛くなります。ブログ記事で長文を打つことが多いので、打ち心地が悪いのは気になるところです。トラックパッドは大きくて、ジェスチャーにも対応してますので、使い勝手はいいです。あと気になるポイントとすれば、指紋認証センサーでしょうか。今の指紋センサーって、指をこう触れるだけで認証できますよね。ライフブック S904J に搭載している指紋センサーはなぞるタイプですので認証率はいまいちです。天板は 200kg フォース、加圧試験もクリアするほど堅牢性に優れております。写真ではマット調に写ってしまっているんですが、本当はなんか星空のようにキラキラして輝いているんですけども、なんかいまいち写真では伝わりにくいですよね。まあ一応しっかりとした天板です。左側面には左から電源端子にギガビットLANポート、VGA に HDMI、USB3.0。右側面には左から 3.5mm マイクロフォンヘッドホンコンボジャックに USB3.0、 何も入っていない DVD ドライブベイに USB3.0、 セキュリティロックスロット。正面にはステレオスピーカーに SDXC 対応カードスロット、 LED インジケーターがございます。で、スペックの方ですが、今現在の状態をお伝えしますと、CPU は Intel Core i5-4300U、2コア4スレッド、1.9GHz、ターボブースト時は 2.9GHz、GPU は Intel HD グラフィックス4400、OS は 64bit 版 Windows 7 Professional が入っていたんですが、僕が買った時は 64bit 版 Windows 10 Pro が搭載しておりました。ディスプレイは 13.3 インチフル HD 液晶で、液晶方式が富士通公式サイトではわからなかったのですが、おそらく IPS 液晶かなと思いますが、どうなんでしょうね。もし TN 液晶でしたら横から見た時にもっと見えにくくなりますので、多分 IPS 液晶かなと言いますか、2014年に発売されたパソコンにしては画面めっちゃ綺麗だと思いませんかね。非光沢液晶なので映り込みもほとんどありませんし、フル HD ですし、シンクパッド大好きな方結構多いと思うんですけども、ライフブックも意外といけますよ。さて、メモリなんですが、もともと 4GB 搭載されておりました。本体に 2GB 内蔵されておりまして、メモリスロットに 2GB で計 4GB っていう風な感じだったんですけども、メモリスロットの方に 8GB のメモリを入れて今は 10GB にしています。ストレージは 128GB の SSD が乗っかっています。通信機能は有線 LAN は 1000bASeT まで対応しております。 Wi-Fi は 11A となっておりますので、一応 5GB は対応しているんですけども、 AC には対応してませんので、まあ、速度はねそこそこかなというところです。 Bluetooth のバージョンは 4.0HS、本体寸法は 319×215×13.6 から 19.8mm、 質量は 1.21kg。 MacBook Air と比べるとどうなんでしょうね、軽いのかな。
で、お値段なんですけども、発売当時はなんと277,200円していたみたいでして、結構お高いパソコンだったんですが、僕は PC Max 楽天市場店にて中古で 28,600 円で購入しました。S904J、ぶっちゃけヤフオクで1万前後ぐらいで出品されておりますので、かなり損した気持ちです。はぁ、あ。まあ、気を取り直してパソコンの電源を落としてバックパネル外す作業を行いましょうか。まあ、行っているのはね、この動画を撮影した過去の僕なんで、ナレーションの僕は映像に合わせて喋るだけですけどね。さて、バックパネルを外すので、パソコンを亀のようにひっくり返して、まずはバッテリーカバーを外します。爪で引っかかっているだけですので、ガバッと簡単に外れると思います。そしてバッテリーを左側のレバーを先にスライドしてロックを外し、次に右側のレバーを手前に引きながらバッテリーを上に引き上げるとバッテリーが外れます。次に中央のメモリスロットカバーのネジを外してカバーも外します。バックパネルをすべて剥がさなくてもメモリ交換ができるのはいいですよね。さらに中にはネジがありますので、それも外してください。次に DVD ドライブベイカバーを外します。意外と見落としがちなのですが、これ外さないとバックパネルが完全には外れません。というのも、バックパネル用のネジが2箇所隠されているからです。こちらも外しておきましょう。あとは目に見えているネジを外していきます。さあ、これでようやくバックパネルが外せるかと思います。近づいて見てみるとこんな感じ。結構いろんなところにアクセスできそうなので、カスタマイズ性にも優れていますし、清掃もしやすそうでいいですよね。ただ CPU は交換できないので、カスタマイズといってもストレージとメモリーと LAN アダプター、CMOS バッテリーの交換ができるぐらいでしょうけどね。はい、ということで今回は富士通のノートパソコン LifeBook S904J のバックパネルを外してみた動画でした。最後まで動画見てくださってありがとうございます。最新動画や関連動画もぜひチェックしてみてください。あとチャンネル登録、 Twitter フォローもお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。夢の千春でした。